皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんとバニーです。今日は何をするんですか？これはあ、もうちょっと辛いチキンです。今回の企画はですね、韓国人 vs 日本人、果たしてどちらが辛い料理に強いのか対決していきます。勝てるよ、日本人強いよ、辛い料理。いいえ、韓国人強い。韓国人はキムチとか、辛い唐辛子とか有名だけど、日本だってあポテトチップスのカラムーチョって知ってる？日本料理は辛くない。え、なになになに、もう一回。日本料理は辛くない。今回はその常識を私が変えます。絶対に勝ちます。チンサラン、チンサラン。今回食べていくのはこちら、一番辛いと言われているチキンでございます。ヴァンパイアチキンです。おお、え、じゃじゃーん。美味しそうね、美味しそう。うん、じゃあ今から食べていきます。いただきます。はいはい、いただきます。あ、美味しそう、美味しそう、美味しそう。あ、マシっそ。うん、美味しい。うん、辛い。ほんと、熱い。うん、いや、美味しいね。サクサクで、うん、美味しい。大丈夫？うん、熱い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 。どうぞ、何をしますか、どうぞ。大丈夫？うん、美味しい。辛いのに普通は日本人が、韓国人が無理な食べ物を食べるとこうなります。한번먹고원원아무리떡집잡았다けど한국人でも無理だそうです。さっき아까페달원なんて言ってたんですか？많이맵습니다。한국人でも一口食べたら無理ってみんなが思うチキンを食べた私の勇気に応えてくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。ファニーさんのチャンネルも画面の下にありますので、よかったらチャンネル登録お願いします。最後の私の勇気を見てください。チェイルパルガンセクさんのチキン、モグレ。ほんと？最後。怖い、無双、やばい、これ。よし。食べました。終わります。やばい。お腹。ありがとう。今撮影終わって30分ぐらいなんですけども、手がしびれてるんですよ。謎のしびれが起きてて、もし韓国来た時は食べるの気をつけてください。これは本当動けなくなります。なので皆さんよかったら気をつけてください。もう何言ってるかわかんない。